皆さんこんにちは、シカッキーです。今日はね、まあスコープは外すいませんが、重症とかこの部分外して掃除したいなと思います。これね、あれだな、銃買って以来やってないですね。やんなきゃないですね。なんかサビのことだけ気にしてたけど、あんまこっちまで頭回ってなかったな。なんか新しくこのね、サベージを購入した時に、分解掃除ってどのペースでやるんですかって言われて、やってないなと思ってね、思いました。前シーズンの時なんで。だから今回ね、やってみたいと思います。ここ六角レンチで止めてあるんで、そこぐらいかなと思いますね。ネジ確かになんかくるくる回る部分があるんですよね。そこどこだっけな。まあいいや、とりあえず取ってみたいと思います。よいしょ。ちょっとね、子供たちうるさいんですが申し訳ないですね。あ、緩んでた。あー、ダメだね、ちゃんとやんないと。もう一回ですね。これで多分外れるはずなんですよね。ちょっと、あ、これだ。これね、くるくる回るネジかな。あ、これ取っちゃダメなやつかもしれないです。あ、取らなきゃ取れない。あ、取れた取れた。あ、こっち、このネジはね、ここは取んない方がいいかもしれないです。ここくるくる回っちゃうんですよね。なんかあんま意味ないんですよ、ここ。なんだな、あれ。うわ、汚ね。まあ一回外しておきますか。めっちゃ汚いっす。やば。よし。汚れてますね。これはね、シーズンオフにやるべきことかなと思いました。シーズンオフ毎回やってきたいと思います。で、銃の部分ね、よかった。一応ね、サビはないですね。うん、サビてはいないし、やっぱ油いっぱいやってたし、いうとことかね。これはね、拭くだけですよね。まあ、とりあえず拭いていきたいと思います。まあ、もう汚いタオル、これ布の切れっぱしでもう汚いですね。まあ一応ね、隙間に行き渡るように私もスプレーしてたんで、サビとかは全くないんでよかったです。ただやっぱね、笹のね、そんなかな。そんな思ってたほど汚くなってないような気がします。何年ぶり。あ、でも秋トリガーのとことか。もうキレキレ。ここが汚いですね。これいいね。こういう酸素とか空気飛ばすやつね。よし。これも手の届かない隙間の。これめっちゃおすすめです。めっちゃ綺麗になる。これ。これで、あとはただまたつなげるだけ。超簡単ですね。これなんでやってなかったんだろう。
よいしょ。ちょっと反省。そうだ、アキトリガーのちょっとね、説明書見てみますね。はあ、気分もすっきり、メンテナンスです。ありがとうございます。